金蔵です。ねえねえ、俺の子供、梅屋って言うと、楽しいんじゃないか、と思いませんか？松本人志です。時々、言ってますよ。危な坂を越えたところに私は住んでいる。坂を越えてくる人たちはみんな怪我をしてくる。橋を壊したお前のせいと口を揃えてなじるけど、坂を転げ落ちる。私はすぐ迎えに出かける。花束を抱いて、お前がこんな優しくするといつまでたっても帰れない。染まっている。赤い花に惹かれて誰かが今日も転げ落ちる。お前の服があんまり赤い、この目を眩ませる。